ゆりわさび、柳のきのこですが少し遅かったようです。これが食べ頃のちょうどいい時期です。こちらでいう雪の下、えのきだけです。柳のきのこはアクが強いので1日か2日水につけてアクを抜きます。アクが強すぎても美味しくないですし、抜きすぎても美味しくないです。と塩です。様子を見ながら1日か2日アクを抜きます。12時間経ちました。非常にまずい液が出てます。わ、まず水を4回変えてだいたい1日半ぐらいです。多少アクが残ってますけど美味しいです。雪の下、えのきだけです。とベーコン、と柳のきのこです。とゆりわさびです。キノコです。コショウ。と醤油です。気持ち醤油を入れすぎたようです。白が布団から出てこない季節になりました。枕